さてと、失政官のお嬢さんをかどわかした色男さん、そろそろ出てきてもいいんじゃないか。隊長、すみません、私たちが不甲斐ないばかりに。いや、皆のせいで、彼らが我らより数段上であっただけ。悪気はなかったのだ、許してくれ。悪気はなかっただって？笑えない冗談だね。どうしてこのようなことをなさったのですか？試させてもらう。また気を悪くしますか？そいつは返答次第だな。あなた方がリオン連達から来たことを知って、どうしても話を聞いてもらいたかった。トラロカ、失政官ミダツが魔物と手を組みリオン連達へ攻め入ろうとしていること。なんだって？お前さん、よっぽどミダツが嫌いらしいな。そんなに娘のことが忘れられないのか。ナスター社は関係ない。確かに俺たちは愛し合っていた。それを身分違いの恋だと、諦めろと言われればそうしていた。しかしナスター社のことと今回のこととは関係ない。俺の言っていることは本当なんだ、信じてくれ。ならば貴様自身でリオン連達へ赴き、ミダスの行状を訴えればよかろう。そうしようと国外に出た矢先、謀反人として無実の罪を着せられた。罪状が確定すると執政官ミダスはすぐにリオン連達へ書状を送り、反逆者が訪れた際は速やかに身柄を引き渡してほしいと通達した。こうなれば俺は逆賊だ。何を言おうと信じてもらえるはずがない。で、ささやかな抵抗をしてみたわけ。あなた方の力量には目を見張るものがある。ここにいるのは俺の部下で、近衛兵団の一員であった者たちだ。それを全く寄せつけないとなれば、一軍に匹敵する戦力といっても過言ではない。それだけではなく、リオン連達とマーサ王とも面識がある。無礼を承知でお願いする。力を貸してはもらえないだろうか。悪事が露見することを恐れ罠にはめる。辻褄は合っているが、証拠はあるのか？具体的な証拠はない。そんなものを残す連中ではないからな。執政官ミダスが全身黒ずくめの鎧をまとった騎士とリオン連達へ攻め込む三段について話し合っていた現場を俺は見た。黒ずくめだって？だとしてもだ、それを見たのが貴様だけというのでは説得力が欠ける。ならば執政官ミダスの娘であるナスター社に聞いてくれ。彼女もその現場にいて話を聞いている。執政官ミダスの言葉が真実であれば、嘘をついてまで自分の父を、ましてや一国を任されている人物を裏切り、俺をかばい立てするようなことはないはずだ。だったら彼女のところへ案内してくれ。自慢じゃないが、俺は女性が嘘をついていればすぐにわかる。女性の人物鑑定だったら自信があるんでね。覚悟しておいてくれよ。案内しよう。ついてきてくれ。